自分の感情を素直に相手に伝えたりできる子になってほしいとずっと思ってるので、子供が自分の思ってることをそのまま言えるような環境を作れる人間になっていきたいと思ってますし、自分を出すっていう面で一緒に成長していきたいと思ってます。子供たち一人一人に教員の数がたくさんつくっていうことは、子供の様子をすごく見ることができますし、私が目指している教育の原点が少人数制なので、特別支援を希望しました。一つは親元を離れて自分の力で頑張りたいという思いから川崎を選びました。二つ目は、川崎は先端技術と自然の多くある町です。理科教員をしていく上でこの町がふさわしいなと思って川崎市を選びました。朝の授業の準備だったりとか、教室の整備だったりをしてます。そうなんだよ、そうなんだよ、ごめんね。朝の子供たちの顔を見てると、なんか何かあった時とかに意外と気づけたりするので、毎回、顔を見てですね、挨拶するように心がけてます。ちょっとそれと一緒に、ついでに掃除もやっちゃおうかなという掃除をしながら挨拶しています。それで、なるほど。担当の先生だけではなく、いろいろな先生がいろいろなことを教えてくれるので、いろんな力が身につきました。いつでも質問に行けるような雰囲気なので、何か悩んだことがあったりとかするときに相談しやすくて、私はとても助かっています。理科などで実験等で危険なものを使うことがよくあります。そこで怪我をしないようにというのを第一に考えて授業を進めています。子どもの成長が毎日見られることが一番幸せだなと思っています。私自身も1年目ということで、子どもたちと一緒に成長できてすごい幸せに感じています。まず第一に、どんな力を子どもたちにつけさせたいのかっていうことを考えて、それに加えて楽しい授業っていうのをいつも気にして教材研究をしています。元気がいっぱいな生徒が多いです。勉強も部活も一生懸命取り組む姿が見ていて一番いいなと思っています。まずは安全面に一番気をつけて活動をしています。怪我をしないように元気いっぱい活動できるように子どもたちをいつも見守っています。3年生が引退するときに、涙を流しながら、ありがとうございましたってお礼を言われたときが一番感動しました。ワークスタディの日は教室を掃除したり、暖房をつけたり、あとそうです、子どもたちが動きやすいように教室を整えています。本日のことではまず何かある方がやってみますか。はい、参加者来ています。今日の高島です。明日はこの日本の仕事を子どもがどういう気持ちで学校に登校してきたかっていうことを、目の下クマがないかなとか笑顔かなとか、顔を見て、どういう気持ちで来たかなということを考えてから接するようにしています。朝のホームルームは子どもたちだけで進められるように、基本的に私たちは見守っています。ただ子どもの実態に応じて視覚支援でカードを作ったり、自信を持って一
人でできるように見守っています。お家とかで体力をつけることは難しいので、毎日継続して10分間グラウンドを走ったり歩いたりしています。その中で、まあ、悩みとか子どもたちの気持ちを話してくれたりとか、そういう時間にもなっています。特別支援学校の子どもたちはこちらから提示してすぐ反応が返ってくることって少なくて、自分が思いをぶつけてふとした瞬間に子どもが返してきてくれた時に、あ、伝わっていたんだなっていうことがすごく嬉しかったりします。先生方はたくさんいるんですけれども、考え方が時にはぶつかる時もあります。ただ廊下ですれ違った時とかに、まあ、冗談を言い合えるようなアットホームなところがとても魅力的だと思います。同じマンションに友達同期がいるので、同じ派の同期なんですけど、時間があった時とか困った時などにその同期と話すと落ち着いたりして、楽しい時間も過ごせるので、教員住宅にしてよかったなと思いました。いない一応地域生活をどれぐらいで表せるかってところから入ってるんでね。不便とか言って、不便だったら書いちゃいましたこどもと一緒に私が楽しさとか嬉しさとか感動とか驚きとか、そういう感情を共有できた時嬉しく思うし、なんか幸せな気持ちになります。あとはいつもよりもきちんと教材研究をして授業をした時に、子どもが楽しかったとか、その後にその授業の話を子ども同士でしたりとかすると、あ、よかったなっていうふうに思います。食べ方が定着してなかったりとか、口開けて食べちゃうとか、箸の使い方とか、全員をなるべく見るようにして基本的な食事のマナーの指導はしてました。今は治ってきたので、子供の近くで食べて普段は聞けないような話を聞いたりとかすることに気をつけてます。今のクラスは人の話を聞けるし、何でも頑張って取り組んでくれる本当にいいクラスだと思ってます。あとは家でのことを、土日明けなので私に教えに来てくれたりする時とか、そういう時が一番心に残ります。いつも授業のことに関する真面目な話もできれば、つい私が言ってしまう冗談にも明るく答えてくれて、その冗談を面白いと言ってくれる学年の先生たちなので、本当に自分を出せて毎日生活できています。受験生の皆さん、力を入れすぎずありのままで頑張ってください。川崎市で教員をやっていて、今私はとても幸せです。今の自分の教師になりたいという気持ちに自信を持って頑張ってください。私自身受験勉強を仲間と一緒に頑張ることで乗り切ることができました。ぜひ皆さんも仲間と一緒に頑張って川崎の教員を目指してください。